体が。明け方まで殴り合ってそのまま地面の上でおねんねだ。そりゃ痛くもなるだろう。あの程度でだらしないやつめ。一緒に伸びてた。それを言わないでやるのが優しさってもんだ。それでどっちが勝ったの？俺だ。何を？ふざけるな。最後の一発がお前の顔面をぶち抜いたじゃねえか。覚えてないのか？その前に俺の右が思いっきり顎に入っただろう。俺はなんとかこらえたぜ。先にぶっ倒れたのはお前だ。いや、俺はまだやれた。お前だって膝から崩れ落ちてただろう。おう、朝っぱらから元気がいいな、小わっぱども。散々暴れてまだ足りねえか。おい。はい、お茶をお持ちしました。おれ、茶でも飲んで落ち着き。はい、わかりました。いずれ決着をつける。望むところだ。さて、おしとる坊主。はい。たぐ、やれやれだ。正常にあのような直訴するなんざ無茶にも程があるだろうに。正直いつ首が飛ぶかと冷や汗かいたぜ。奴の足パクルの後を追いたいとかぶん殴ってでも止めるとこなんだが、正常の前であれだけの大口を叩いたんだ。今さら冗談でしたじゃ済まされん。ったく、面倒なことをしてくれる。コリコリに何て謝ればいい。申し訳ありません、リコ友様。ああ、やめろやめろ。昔みたいにおじちゃんとか言われても困るが、様付けなんぞこそばゆい。もしかしてお知り合いでしたの？なんだおしとる、話してなかったのか。こいつの親父アシパクルとは飲み仲間でな、まだ帝都に住んでいた時よく酒樽持って邪魔したもんさ。あの頃は一階の同心である親父が八中将であるリコトマ様と親しかったのが疑問でした。もしかして親父が隠密だったことを知って。そこまでだ。それを語ることは許され。奴と同じ道を歩むってんならなおさらな。はい。さて、てめえは三日月だったな。はい。確か足割らんとこのか。家は関係ありません。ふん、訳ありか。弟子入りの件だがいいだろう。本当ですか？ありがとうございます。ただしだ、そいつオシトルと一緒にだ。共柄となって二人でことに当たれ。なんでこんなやつなんかと。あれだな、てめえらは半人前、二人でようやく一人前ってとこだろう。それが気に入らないってんなら丘を当たるんだな。マライ、今から俺は正常の元へ行ってくる。今日からこいつら住み込むことになる。面倒を見てやれ。私がですか？ユリ、手伝ってやりなさい。はい、親方様。後のことは二人から聞いてくれ。
これで4人揃いましたね。はじめまして皆様方。親方様のもとで女官を務めております。ユーリと申します。あれ？小姓頭のムハライと申します。ユーリって、お見知りおきを。出てきたわ。世話になる。よろしく頼む。で、俺たちは何をすればいいんだ？はい。基本的には親方様の指示通り、鍛錬を毎日こなしていただきます。それだけでいいの？いえ、親方様は帝都のみならず、大和全土の困りごとなどに対応しております。ですが、当然、親方様一人でそのすべてに当たるわけにはいきません。なるほど。実戦の中で鍛えろってことか。家臣を含め、弟子たちもその任に就くということですわね。ええ、その通りです。望むところだ。俺一人で十分だがな。三日月様、それは。わかっている。言ってみただけだ。では、奥座敷へ案内いたします。こちらにお越しください。こちらが奥座敷となります。皆様が各地で引き受けた依頼内容の確認などを行える場所となっております。ここ以外では各町や村にあるお触れ書きでも確認することができますのでご利用ください。依頼は現地に赴き依頼主の話を聞くことで受けることができます。一度引き受けた依頼の中には時間の経過により消えるものもありますのでご注意ください。また一定の依頼を達成することによって褒美を受け取ることができます。褒美はここでしか受け取ることができません。駆け足ではありましたが、以上が皆様にしていただく修行内容となります。もう一度お話しいたしましょうか。大丈夫です。大して聞いてなかったけど理解いたしましたが、あ、やれね、オッケーオッケー。神の声に耳を傾けることも修行の一つということか。世直しをしながら身も心も鍛えられるとは、さすがは師匠。都合よく雑用をあてがわれているような気がする。ドブさらいでもさせられるんじゃないのか。考えがひねくれすぎだよ。でもなんだかすごく楽しそうな修行だね。早速ですが、都の地下水路に大きなゴミが詰まって町民が困っております。行ってゴミを取り除いてきていただけますでしょうか。やっぱりドブさらいじゃないか。とりあえずいろいろ依頼の達成数に応じていろいろもらえるってことね。よろしいですか。え、大和の平穏のために依頼の一覧になります。ドブさらい、オッケー。お、三日月がおる。もらえたんか。おび三日月、白道の体験。あ、思ったより攻撃力高くねえな。HP も。多少打たれ弱いか？結構ゴリゴリに硬いキャラクターになるのかなと思ったら、そうでもねえな。回心率が上がる。
振られてるわけでもねえんだもんな。とりあえず HP 上げるか。見た目の割にあれだな、打たれ弱いな。 HP 低、一番低いじゃねえか。ちょっとしたミニイベントかなこれ。ヤマト発注賞筆頭ディコトマサマトイバだな。ひとたび軍を動かせば無敗を誇り、ごく少数の手勢ですら、一国を、陥落せしめたほどじゃ。決して力を負わせず知略を巡らせ、即戦即決かの政権来航様もその薫陶を受けたと噂されるほどなのだ。そして男気にもあふれて、いらっしゃる。決死の石膏に出て包囲された部下を短期で救い出した話も有名だし、足原の大河が増水した折濁流に飛び込み幼女を救った話など何度孫娘に語ったことか。すごいな。あ、実行ね。残念なのはあのご子息、ご子息。ディコトマの子供ってもしかしてそういうこと？マジか。もしだとしたら確かに嫌だな。よよ、そこなる一行は。出た。聞いたでありますぞ。貴様らでありますな。帝と謁見し、そしてディコトマ様への弟子入りを果たした連中というのは。ええ、そうですわ。縁があり、運に恵まれていましたの。おほん、謙虚なのはいいことであります。よろしい、よろしい。おはん、その素直さに免じて先輩であるこのボコイなんてが新参者の貴様らに武官の何たるかを教えてしんぜよ。先輩でありましたか。それがしはオシトルと申します。ご教授の件大変ありがたく思いますが、それがしらは大事な任へ向かう途中、よろしければいずれまたご教授願いましたら。いいじゃねえかオシトル、あんな面倒なことよりこの先輩とやらの話を聞いてやろうじゃねえか。そうですわね。代表で小生とシューニャちゃんが聞いておくので、あなたたちは先に行っても構いませんわよ。夕げまでには帰ると有利に伝えておいてください。ふざけんな。なんでありますか。もしかしてモテキ、拙者にも伝説のモテキが。ねえねえ、ウカンってリコトマのおじちゃんみたいな人のことなんだよね。この人すごく弱そうだよ。シューニャちゃん、リコタマ様と比べてはいけませんわ。それに一見そうとは見えない人が実は強者だったということもありますもの。
うん、そうでありますぞ。なかなか見どころがあるでありますな。おはん、そこの茶屋でお茶でもいかがかな。やった、お菓子もいいんだよね。当然であります。このボコイなんてに任せるであります。いいね。そういうわけで俺は地位の面倒があるから、お前たちは頼まれ事を頑張ってくれ。お前らな。だってお菓子なんだよ。オストルもお話聞いてこうよ。おお、なんという日でありますか。父上、母上、拙者を産んでくれてありがとうであります。では参ると。ダメだシューニャ、俺たちにはドブサライという大切な任があるんだからな。なの、ドブサライですと。この拙者の誘いをドブサライごときのために断るでありますか。ドブサライ以下。申し訳ありません、ボコイなんて殿。ドブサライであってもそれがしたちに任せられた大切な務め。ではそこのお嬢様方は。そうですわね、お誘いは嬉しいのですが、オシトル殿の言う通りでしたわ。それではこれにて失礼いたします。そっか、残念。またね。近くな人。先輩部下の話か。興味はあったが仕方ないさ。これが俺たちの初任務だからな。はあ、結局ドブさらいかよ。お前たちだけ抜け駆けなぞ。帝が許しても俺が許さん。なるほどな。ここからこいつの因縁始まっちまったのか。オシトル、オシトルと言ったでありますか。人生に三度しかないと言われるモテキをよくもよくも潰してくれたでありますな。しかもドブさらいですと。すべてに歴のせいだ。融通の利かないクソ真面目な田舎者め、拙者の顔に泥を塗ってくれたでありますな。おのれオシトル、その名拙者の胸にしかと刻んだでありますぞ。はい、とそれですね、金ねえけど一旦店見てみっか。見てってくれよ、新品だぜ。あ、ないわ。まあ、一旦買ってやるか。足りねえし金。また来てください。うん、僕取りゃいいんだよな。なんか持ちすぎててもらえなかったんだっけ。それですか。サバプカリス、頑張ってくださいね。ご覧になってください。ん、イベントがあった。お、サブイベントだ。
うん、それだけ隙がなかったってことだな。なんか手持ち軽くすればいいのかな。島も欲しいもんな。消化して、この調子でお願いします。オッケー。頑張ってくださいね。今はこのような感じです。多分使えばボーナスポイントがもらえるんだろうけど、入手数に限りがありそうだからな。一旦オシトロに1個使ってみっか。12ポイント。おお。ちょっとまんべんなく上げていきたいな。新たな専業種、やっぱそういうところで覚えるものもあんのか。はあ、なるほどね。誰に何個使ったか覚えとかないとな。じゃあまあとりあえずドブさらいをやることになるんですけども、まあ時間もいい感じだから一旦一区切りにしようかな。これ HP も上がるんだ、いいな。つか胸地が HP 高っ。行くぞ。じゃあとりあえず今回はここまでにします。まあ三日月もね、新たに加わって、まあ、これからねまたね戦闘の幅も広がっていくことでしょうけれども、彼の実力までおいおいね見ていきたいと思います。まあ、オシトルはオールラウンダー、シューニャが魔法アタッカーで、ムネチカがタンク兼ヒーラーで、三日月が物理アタッカーみたいな感じの方針になっていくのかな。はい。まあ、今のところとりあえず三日月攻撃力も大したことなくて、打たれ弱いっていう、そういった印象しかないんだけども、まあ、いずれね、ちゃんと BP 集まってくれば、またいずれ化けてくるかもしれないんでね、まあ、そういった今後の成長にも期待しつつ、また次回楽しんでいきたいと思います。で、モノクロムメビウス実況プレイパート多分24かな、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見に行けるなー。